暁の空へ。連合軍は月面基地への補給路を確保するためオーブの打ち上げ施設を利用しようと目論んでいた。何でしたら僕の方でオーブとの交渉をお引き受けしましょうか。もしかしたらあれのテストもできるかもしれませんしね。ムルタ・アズラエル、反コーディネーターを掲げるブルーコスモスの名手であり国防産業連合理事を務め、連合軍に強い発言権を持っていた。協力しなければオーブをザフト支援国とみなす。アズラエルは連合軍の名を使いオーブに対して宣告する。オーブへの協力要請を名目にしているが、武力によってオーブを支配するのがアズラエルの真の目的であった。現在このオーブへ向け地球連合軍艦隊が進行中です。オーブ政府は外交努力を継続中ですが、戦闘回避の可能性は非常に低いものと言わざるを得ません。我々は道を選ばねばなりません。現在アークエンジェルは脱走艦であり、我々自身の立場も定かでない状況にあります。オーブを守るべくこれと戦うべきなのか、そうではないのか、我々は皆自身で判断せねばなりません。艦を離れようと思う者は速やかに退艦してください。私のような頼りない艦長にここまでついてきてくれてありがとう。だがクルーの結束は固く、退艦したのはわずか十数名であった。オーブは中立の立場を貫き、もはや連合との武力衝突は避けられなくなった。いやさすがアスハ前代表、期待を裏切らない人ですね。本当のところ要求飲まれちゃったらどうしようかなと思っていたのですよ。アズラエルは自ら連合軍を率いてオーブに攻め入る。我々は連合軍を迎え撃ちます。アークエンジェル発進。フラガ少佐はストライクの準備を。取った道大変だと思うけど僕は正しいと思う。お父さんたちが守ろうとしている国、僕も守るから。いきなりストライクで実戦、大丈夫ですか。いくらなんでも早すぎると思いますけど。うるせえ、生意気言うんじゃないよ。さっさとアークエンジェルを守りに行くぞ。おーおー、かっこいいね。どうせ俺は新米だけどね。あー君たち、オーブの重要施設はあまり壊してはいけません。分かってるね。他はいくらやってもいいんだろう。ですね。うっせえよお前ら。機体のデータはぜひとも欲しいのです。敵はどんどん落としちゃってください。ザコしかいないじゃん。すまんね。お前らでやれば。何勝手な真似すんじゃねえ。あれやるよ白いの。おら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 。地球軍の新型か。坊主気をつけろ。こちらザフト軍特務隊アスラン・ザラだ。聞こえるかフリーダム。アスラン、どういうつもりだ。ザフトがこの戦闘に介入するのか。キラ・ヤマトだな。
軍からはこの戦闘に対して何の命令も受けていない。この介入は俺個人の意思だ。なんだありゃ、増えてる。やめろ。なんだか知らねえが、てめえも中断。そう、このバカモビルスーツ、もうパワーがやばい。お前はどかどか撃ちすぎなんだよ、バーカ。帰るなら一人で帰ってよね。一時撤退だ、バーカ。これだけ強化してやっても成果が出せないとは。まだまだですね。オーブは何としても守り抜く。どうかみんな私に力を。アスハメ、この後に及んで悪あがき、存分に叩きのめしてやりましょう。お待ちます。キラ君、援護するわね。状況ではどの道オーブに勝ち目はない。分かってるんだろ。うん。勝ち目がないから戦うのをやめて言いなりになるかできないでしょ。目障りなんだよこのでかいの。なのは何のために戦うかなんだ。本当は戦いたくなんてないけど、戦わなきゃ守れないものもあるから。ありがとうアスラ、話せてよかった。キラ君、戦う。当たれ。オーブ側からの離脱命令。我々に宇宙に脱出しろと。限界まで見捨てられません。火器、砲艦の防衛と敵機の排除を。お前らうざい。今度こそ蹴りにしましょう。あの兄貴、白いの高いの。僕がみんなを守るんだ。どこそ。やめろ。落としてる。やめろ。俺たちにだって分かってるさ。戦ってでも守らなきゃいけないものがあることぐらい。やめろ。アスラ、突破します。キラ君、援護するわね。Yeah!
キラ。アークエンジェルは宇宙へと飛び立った。ザフトのアスランザラッカ、彼女には分かってたんだな。アスラン、国、軍の命令に従って敵を撃つ、それでいいんだと思っていた。仕方ないと。それでこんな戦争が一日でも早く終わるならと。でも俺たちは本当は何とどう戦わなくちゃいけなかったんだ。一緒に行こう、アスラン。え？みんなで一緒に探せばいいよ。それをさ。アスランはザフトとの決別を決めた。ニュートロンジャマーキャンセラーを開発し、戦果をさらに拡大させるザフトに不信感を抱いたからである。そしてプラント最高評議会議長に就任した父パトリック・ザラと対話をすべく、アスランは一人プラントへ向かった。あの機体、もしかしたら核エネルギー使ってるんじゃないかと思ってさ。確証はないけど、でもあれだけのパワー、従来のものでは不可能だ。大体我々は弱い生き物なんだからさ、強い牙を持つ奴はちゃんと閉じ込めておくか繋いでおくかしないと危ないからさ。頑張って退治してくるよ、僕も。ニュートロンジャマーキャンセラーの力に目をつけたアズラエルはアークエンジェルを追い宇宙へ上がることを決める。その搭乗艦にはアークエンジェルと同型であるドミニオンが選ばれた。よろしく、艦長さん。はっ、ナタル・バジルール少佐であります。しかし僕らの乗る船の艦長さんがこんなに若くて美人な方だってのは粋な計らいってやつですか。アークエンジェルで副長されていたとは勝手知ったるってやつですね。期待しますよ。僕らこれからそのアークエンジェルを撃ちに行くんですから。プラントに戻ったアスランは父パトリック・ザラとの交渉に失敗、ザフトに追われる身となってしまう。アスランはラクスに助けられ、新型戦艦エターナルで脱出、アークエンジェルと合流した。国家の枠を超えて行動するアークエンジェルらはエルフォー中域にある廃棄されたコロニーメンデルを拠点とするため移動していた。だがニュートロンジャマーキャンセラの入手を目論むアズラエルはアークエンジェルの動きを掴んでいた。自分は未だ賛成しかねます。何の根拠もなくエルフォーへ向かうというのは。僕の情報は確かですよ。それが根拠だ。別に何の根拠もないわけじゃない。しかしプラントからの情報など罠かもしれません。あなたは確かにこの船を指揮する艦長さんなのかもしれないけどね、その上にはもっとこの戦争全体を見ながら考えたり指揮したりする人間がいるんですよ。僕の要請を聞くようにって言われたでしょ。そこんとこ忘れないでほしいもんですけどね。マリューとナタル、アークエンジェルで共に戦った二人の対決は避けられそうになかった。